はい、皆さんこんにちは。佐賀キャンスでございます。もうすぐ3時ですね。今日はね、暖かいわ、ほんまに。千代田区は寒い、7度。この部屋ね、何もせえへんのにもう20度近くありますよ。日経平均はマイナス120、ちょっと下げましたね。まだ終わってませんけどね、あと6分7分ぐらいあります。ドル円は動きませんね。 130.19 ですね。国債10年は12時44分で 0.48 とあんまり動きませんね。ドルウォンは、うにゃうにゃしてますね。1231。まあね、相変わらず忙しいですね、ドルウォンは。さて、昨日からこのニュースが結構大きく出てまして、日経新聞は昨日の15時41分ですね。日産ルノー出資比率見直し合意、相互 15% と声明発表と。これね、結構すんなり決まりましたね。あれ、なかなかそんな手放さへんでというふうになるのかなと思ったらですね、なんかようわかりませんけどね、あっさりとですね、戻しましたね。43から 15% に減る。まあまあ、だから、ルノー支配下というよりも、まあ、提携企業みたいになるわけでしょうね。ちょっと読みましょう。日産自動車と富津、ルノーは30日、両社で進めてきた日産株の出資比率引き下げ交渉で合意すると発表をした。今後、両社の取締役会で正式に決議する予定だ。現在はルノーが日産株の 43% を保有する一方、日産のルノーへの出資比率は 15% にとどまる。あ、なんか急に暗くなってきた。ルノーは日産株の比率を 15% まで引き下げる考え。1999年に始まった両社の資本関係は20年超の時を経て転機を迎え、電気自動車 EV を軸とした対等な関係となる。ねえ、対等な関係、ルノーグループではなくなる。まあ、ルノーグループではあるんですけどね、対等な関係。両社は本協議は重要なマイルトーンを迎えたとの声明を30日に出した。資本関係はルノーの日産への出資比率を 43% から 15% へ引き下げる。ルノーが設立を予定する EV 新会社アンペア過去仮称に日産が出資することも声明で盛り込んだ。詳細は詰めているが、現時点で最大 15% を出資する見通しだと。もうちょっと言いましょうか。日産は社外取締役のに状況を説明し、取締役会を開いて一連の施策について正式に決議する見通しと。その後、日産とルノーは法的拘束力のある契約を結ぶ予定。2月6日にも英国ロンドンで三菱自動車を含む3社連合が合意内容を公表するスケジュールで調整していると。まあ以下ありますけども、もう省略をしましょう。結構長いな。貼っときますね、この日経新聞の。まあ、なんて言いますか、ある程度予想されていたことですけども、あまりにもすんなり決まりすぎたなという感じがありますね。これ、ゴーンさんがまだ居座っていたらですね、そんな簡単にはまとまらなかったと思いますね。まあ、あのゴーン事件もあってですね、今やですね、ゴーンさんはフランス政府からもですね、どちらかというと罪を追及されているというか、あれですね、捜査を受けそうな立場ですね。まあ、その多少の負い目もあるんでしょうね、ルノー側には。まあ、それにしてもあまりにもすんなりと決まったかなという印象があります。で、私がね、若い頃はトヨタにしたんだったんですよ。日本、まあまあ、もちろんトヨタが強かったんですけども、日産がそれに負けへんでーって頑張ったような時代が私の若い頃でしたね。で、3番目がマツダやったんですね。少なくとも私が就職活動してる頃は3番目マツダで、4番目がホンダやったんですけど、今はトヨタ、ホンダですよね。で、日産がその後ですか、続いてるのか続いてないのか分かりませんけど、すっかり弱小の企業の、弱小の自動車メーカーになってしまいました。
で、あれは何年ぐらいでしたかね、もっとあのバブルの後の何年か忘れましたけど、2兆円か4兆円か3兆円負債を抱えていてですね、潰れかかったんですね、日産が。でその時になぜかフランスのですねルノーがよっしゃ助けたるって言ってですね、何千億か出資をしてですね、日産はルノーグループになったと。それでルノーの副社長であったカルロス・ゴーンが送り込まれてきてですね、 V 字回復を果たしてまあなんとかなんとかやってるという状況ですね。でまあ日産としてはなんとかですねまた独立したい戻りたいという意思はあったようですね。もちろん日産って日本の会社ですからね、なんて言いますか、日産とルノーって別にね同じ自動車会社というだけで同じ文化はないと思うんですよね。ルノーさんが植え付けようとしたけど失敗をしましたね。で、また独立したメーカーに戻ったとしても今後やっていけるんかなというのが心配ですね。というのはそんなにね企業としての体力がガツッとあるわけでもないでしょうしですね、これからですね EV に変わるのか、あるいはですね私は EV の性能は未だガソリン車にですね及ばないって、まあ、ガソリン車が10とすると EV の性能なんて未だに4とか3ちゃうんかなという気がしてます。まあ6、7と見なすこともできますけど、まあ、まあまた3、4ちゃうんかなと。それをですね、8、9ぐらいまで持っていけるまでには、私が生きてるうちに大丈夫かなという感じはしますけどね。まあ、所詮エネルギー効率が悪いわけですよね、EV っていうのは。内燃機関に勝るものはないと思う、動力でね。ないと思うんで、私は。なんで、ちょっと難しいんではないかなという気はしますけどね。まあ、それは置いといてですね、今、世界は EV に向かって舵を切ってるというのは事実ですね。だからヨーロッパとかアメリカとかアメリカの一部ではですね、もう2035年とかにはですね、もうガソリン車売ったらあかんというそんなところまで来ていますよね。ほんまにそれ行くんかなと思うんですけど、まあなんかこれ壮大なおバカ実験やと私は思うんですよね、 EV への転換というのは。ほんまにそんなすんのみたいなガソリン車で何が不都合あんやろと。おまあいいわ、これを言うたらまだねキリがないんでね、まあそれはいいんですけど、ちょっと転換期にある自動車業界において日産が生き残れるのかということですね。EV っていうのは言うてみればそんな技術いらんわけですよ。電池の技術だけなわけですね。電池の技術だけなんで、それでですね、そのでも電池で今熾烈な競争してますからね、世界各国の自動車メーカーは。そんな中で日本ね自動車メーカー多すぎるんです。トヨタあってね、ホンダあってね、日産あってね、もう潰れそうだけど三菱があって、まだイスズとかもやってるでしょ。イスズ今自動車作ってないのか。でまあダイハツはトヨタグループですけども、ほんでスズキがあるでしょ。またなんかあったな、スバルもあるでしょ。なんでこんな業者あるんやという感じですね。いやまあ日産と三菱なんか一緒になったらいいのと思うんですよね。ありすぎるやんこれって、いやまあまあアメリカなんか実質2社と2社半、まあ純粋なアメリカメーカーはね、アメリカのメーカーは GM とフォードしかないでしょ。クライスラーもなんたらっていうのはあれありますけど、もうそれくらいでええのに分かれすぎてるなという気はしてまして、もうちょっとなんとかならんのかと。かといって企業文化は全然ちゃうでしょう。まあ、日産と三菱は近づきつつあるのかな、長い間提携しますからね。でもなんかお互いこう反発もあるんでしょう、あれ面倒くさい。どうでもいいんですけど。ちなみに私はですね、日産の車を最初に買ったというかリースでしたけどね。でそのあれを何年乗ったのかな、5年ぐらい乗ったのかな。でそんな後ホンダの安い車を買って、それをずっと20年以上乗ってますね。今年車検やん、どうしよう、もう21年ちゃうの今年で。まあでも車乗りませんからね、今一月1回だけ酒屋に行くだけですけど。もう捨てようかなと思ってるんですけど、まあまあどうでもいいって、また日が照ってきた、日が照ってきた方がねあったかいね、ほんまに。どうなりしようかなと思ってるんですけど、まあそれはええとしまして、日産ね、日本の企業に戻ってきたというのは嬉しい限りです。
ぜひまたね、かつてのね、その、あの日産好きって多いんですよ、僕の年代は。僕の年代以降は、トヨタなんかあんなおっさん臭い車なんか乗れへんわ、みたいなですね、そういう時代やったんですね、私の若い頃は。日産かですね、ホンダかみたいな、そんな感じでしたよ、私の若い頃はね。今はですね、もう誰も彼もが、まずトヨタですよ。で、前は、あんまり言うても知らないですね。いや、日本に帰ってきてよかったなと、頑張ってねと、まあそういうお話でございます。一応、日本経済新聞のこのアドレス貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。